ナムシャルです。今回ですけども、こちら、400万人記念のスペシャルゲストで、マイファスのヒロに来てもらいました。はい。よろしくお願いします。マイファスストーリーボーカルのヒロです。よろしくお願いします。いや、なんかちょっと変な感じなんですよ。変な感じ。1年ぐらい前に、僕が音楽活動をちょっと軽くやった時に、そこで知り合って、そっからまあ、プライベートで何度か会ったりとかしてたんですけど、YouTube では初。うん。そもそも言うのを公言しなかったから、うん、だからなんかすごい不思議な感じ。いや、動画ではもちろん見てたから、でも、俺が実際ここにいるっていうのが、なんかすごい変。だって、ほんまにこういうのもないけど、俺からして対局？対局？だって生まれと育ちが全然違うから。それ毎回言うよね。いや、これそれ毎回言うよ。俺の一番嫌いなタイプの。なんでやなんでやねん、お前。おい。俺結構言っとって動画なのよ。昔、貧乏の生まれやから、お金持ちに対する憎しみが強かったっていう話をしとって。憎しみって。それをもう全部持ち合わせとるやんか。あるし。悪の権限みたいな扱いしないと。いや、俺マジで、ヒロのことをハンターハンターのキルやと思って。ああ。ドルディクやと思って、完全に。こんな服金やろ。いやこれもダメ。ただの白シャツやん。ただの白シャツこんなボロボロじゃない。ボロボロじゃないのよ、これね。ほんと繋がってたの、ここ。俺すごいな、でもこの服チョイスして、この何サングラスをこうかけるあたりがもう何よ、俺もハワイ行くぜっか。いや、ハワイ行かんわ。すごいもん。嘘。ほんと。いや、でもやっぱなんかおしゃれさが出とる、にじみ出とる。白シャツにこんなんおらへんもん。俺の地元はおらんかったもん。あれだったら多分頭おかしいと思うじゃん。いや、ほんとマジマジおらへんもん。ほんといるって。いや、おらほんまに田舎やから、すごいある意味面白い存在でもあるし、羨ましさもあるし、不思議な存在、昔から。ああ、そう。でもそれ確かに毎回言ってくれるっていうか、うん、言ってるよね、なんか。いや、そうです。視聴者びっくりすると思うで、多分なんでこの知り合いなんていう。そうね、確かに。でもいきなり仲良くなった感じじゃないよね。ちょっと2等とかあったかも。うん。え、でもなんかさ、 YouTube になんで出るの OK ってなった。ちょうど僕らのバンド、マイファーストストーリーっていうバンドの YouTube のオフィシャルアカウントを作ったばっかなんですよ。新しく入れ替わったんだ。はい。で、番宣。いや、違う。いや、違う。で、やっぱり、その、新しく作ったじゃないですか。うん。それをね、やっぱり先輩のヒカルさんに。思っとる。いや。思ってる。もちろん。YouTuber っていうのが分かんないけど、その YouTube 新しく作った身としては、YouTube の先輩の。はい。こういうところは聞いとかないとと。でも、まず服装から変えた方がいいんだよ。これやっぱ YouTube 攻めすぎやと思って。嘘、マジで。YouTuber、こんな人おらへん。え、YouTube 逆でも最先端行きすぎとる。あ、ほんと？うん、先走りすぎとる。もっと何？謙虚に行った方がいいんじゃない？もっと。嘘。一番足りてへんのとこやと思う、多分。謙虚さ。やかましいわ。やかましいわ。だって、俺初めての時、ラワさんと同じエブロついてきとったから、あ、もうこいつあかんだと思った。え、初対面の印象そこだけ？あ、でもやっぱ肌はあれだと思った。あと、天才だと思って、正直。喋っとって。え、なんか話聞いとったら、これ天才なんや、みたいな。いや、もちろん努力もあるんかもしれんけど、95% ぐらい才能なんじゃないかみたいな感覚に見えたというか、センスできとんやろな、みたいな。いや、なんか嬉しいわ。ありがとうございます。いや、すごかった。だからほんまに。ちなみに、マイファスト知らん人のために、これを見てくれたら分かりやすいみたいなってある。俺も実際ライブは前1回行こうとしたけど、予定が合わへんなって行けへんかって、行ってないって。マイファスト聞いたことない人が一発目に聞いてほしい曲とかある？僕らの代表曲というか、まあリード曲みたいなのやっぱどのバンドにもあって、っていうのは不可逆リプレイスっていう2500万ぐらい刺されたやつ、はい、がまあ一応僕らのリード曲。それをちょっと概要欄貼っときます、とりあえず。はい、お願いします。ぜひ聞いてください。でもマジで歌はさ、うまいよな。そう、当たり前だけど。ありがとうございます。歌はやばいよな、マジで。本当に思ってるもん。本当にやっぱちょっとエグいと思う。ありがとうございます。え、それはやっぱさ、生まれつきのもんもある。でもちっちゃい頃から鼻歌とか歌ってたら言われてたかも。鼻歌がうまいってこと？いや、テレビとかでアニメ見てるで、そこにそれこそデジモンとかさ。あ、懐かしいな。ほんとそういうやつで、ちょっとやっぱ歌うじゃん、子供って。あ、確かに。それを見てて、したらバッてテレビ消されて、もう一回最初から歌って。え？いやいや、まだオープニングなんだけど、みたいな。まだアニメの途中ってか、何も見えてないんだから。そのやっぱ親としては、ちゃんとフルコーラス聞きたいって言って。いや、フルコーラス知らねえよ、まさか。俺、いや、歌詞見ずにフルコーラス歌えねえよ、みたいな。すごいな。そうそう、っていうのがあったから、あんま親の前では歌いたくなかったの、正直。ああ、そうなの。本格的に始めたのは？高校2年生か3年生ぐらいの時。その頃には言っても下手、まだやっぱ。え、全然下手よ。全然下手。もう本当に、その辺の高校生と変わらないぐらい。そっからこんだけ伸びる？伸びしろすごすぎ？いや。そうね、でもずーっと歌ってたら、なんかなったね。なんかある夢みたいな。一応、僕らインディーズなんですけど。それすごいな。この規模になってまだインディーズって。やっぱこう、夢あるじゃん、そっち。確かに。インディーズでこう、どこまでいけるかっていうのを、一番最初に思ってて、メンバーで。っていうので、やっぱりこう、日本といえば、もう本当これは個人的なあれなんですけど、東京ドーム。ああ、確かに、イメージある。日本といえばやっぱ東京ドーム。うん、一番でかいんで。そうそうそう。もっとでかいとこあるかもしれないんだけど、なんか、やっぱり東京ドームっていうのがあったから、
うん、やっぱインディーズで東京ドーム行くっていうのが。え、それって過去におらん、インディーズで東京ドーム行った人っていうの。いるのかな。おっても多分もうお前限られとってことやろ、要は。うん、確かにな。東京ドームイコールもなんか最後の目標としてる場所みたいな。うん、やっぱ箔つくじゃん。みんな言うもんな、それアーティストやった人が絶対そこに最後みたいな。東京ドームね。確かにそれ言ってすごいわな。そう、やっぱり東京ドームは武道館、幕張とか埼玉スーパーアリーナとか横浜アリーナとかいろいろあって最終東京ドームかなって。まあ確かにな。今どの辺、今埼玉スーパーアリーナはこの間終わったって感じ。この次は何がある、東京ドームの間に。いや、何があるんだろう。あ、まあドームがいっぱいあるとこ。ドームいっぱいあるけど、規模感的には埼玉スーパーアリーナの次はでも東京ドームか。あ、もうじゃあもう次やん。でも長いなよこの次が長いのよ次離れてんだよ、すげえ離れてんだよ。全然違う、全然違う。そうなんよ、全然違う。もうチャンネル登録者数200万人増やすぐらい難しい。それ以上じゃない、それ以上かももしかしたら。だからなんか割と最近で言うと武道館とか横浜アリーナとか結構いろんな人がライブしてるから、ちょっとその昔の武道館っていうよりもキャッチになる。ああ、なるほど、ね。武道館って存在が。でも、やっぱり東京ドームは、そのキャッチーさではライブできないみたいな。だからほんま選ばれたというか、マジで、そう、本当に影響力があって、人気がある人しか上がれない。だからすごい変な話、言い方悪く言えば、武道館のこう1ヶ月のスケジュールを見ても、多分知らない人何人かいると思う。でも、東京ドームの1ヶ月のスケジュールレベルないと、多分絶対全員知らない。ああ、なるほどね。そこに選ばれし、みたいなところが。確かに、そこがだから一応目標として。はい。YouTube は、YouTube を使って、これから何かやっていこうみたいなのがある。今の時代、ぶっちゃ YouTube、すごいマイファス活動広げていくみたいな。何にも考えてなくて、とりあえず僕らのプロモーションビデオ、うん、PV とかをアップしてってっていう形しか考えてなくて、でそういうことをやっぱ聞きたいな。まあ確か400万いって記念でのコラボ。そうそうそう、次だって500万いくのなんて1年後とかやから、1年間分のゲストみたいなのがあるから。1年間分のゲストえ、でも喋れるやん、めっちゃくちゃ。嘘、今すごい緊張してるよこれ。いやいや、でも製品で酔ったやん、緊張。いやいやいや、LINE でいやいや、そんなのさそんなの言わないでよ言わないで。LINE で聞いたんやて、大丈夫かなって言ってたから、いや俺がやっぱテレビより YouTube の方緊張するんって言ったら、いや緊張はしない。いやいや違う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 、めっちゃ生きてくんなと思って。いやいやいや違う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 、ちょっと待って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 、思い描いたのとちょっと違う違うのよ。いや言わない約束じゃん、そんなの。いやそれはさ、どうやっぱこのカメラ1台で撮るって初めて。初めて初めて、もちろん YouTube 出演が初めて。初めてすごいよ。だから YouTuber ともだって関わりとかあんまないよ。ない。いやてかもうヒカル以外知らないやろ。だからこう考えたら緊張それするか、確かに。俺も結構初めてで、年下で芸能人多分あんまない気がする。嘘、多分男で言ったらいない。伊藤健太軽く絡んだぐらい。でほんまにちゃんと話すのは初めて。年上ばっかりやから、こういう動画ではもうほぼない。ない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 。ええー、しかもプライベートからも会っとったから余計なんか違和感は、変な感じあるよ、ね。まあそう、それはそれも相まって変な感じ。そういやなんか気使った方がいいんだなとかやっぱあれやん。いやそんなこと思ってないし。いやいやいやサラブレッドやん。いや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 絶対思ってないでしょ。サラブレッドやからプライベートでは半分、なんか俺からしたらまともに俺歌もちゃんと聞いたことないから、歌がちょっと上手いぐらいの人たちに違って認識やん。おいおい攻撃性すごい急に急に今褒める流れだったじゃん。いやむしろ話の方が上手い人みたいな。ああそういうこと。話せる人みたいな。まあそうだよね、プライベートで普通の場でしか会ってないからね。みんな言う話が上手いって俺そこで間違えたのかな。喋るのスキルは謎に高いよな結構テレビでもさ、いろいろ出たの見て。はい、おかげさまで。すごいよ、だからほんまに。だから歌も、マジでこれ本物なんでってところ、見してほしいな、またいつか。そうね。カラオケなんだかんだ確かに行ったことないよ、ね。そう。だからマジで、どんなもんなんかなみたいな。聞いたことはもちろんあるし、ビームにとって、やばいなと思うけど、リアルに聞いて、身震いするレベルの人って多いやん、たまに。マジで本物と出会ったらみたいな。うん、やっぱそのレベル？いやいや。俺、こんなところで、ああ、そのレベルとか、そんな激痛くんじゃないけど。まあその辺の歌うまいっていうやつよりは多分楽しませられる自信ある。ああなるほどね、うん、超えてくる。うん、まあ、ちょっと金取れるレベルやもんな、カラオケ行くのなんてそんなの。いや死ぬほど金取れるレベルやもん。取らんけど、うん、取らんけど。そういうことやもん、だってマジのあれやもんな。まあそうね、普段のそのライブで言ったらね、うん、カラオケ行ったらマジ強いもんな。まあ強い、やっぱ高校生って時はカラオケ行くおいおい高校生かお前おい、軽音部の部長かも。いやいや、行かないって、でも、いや、行くやろ、ついてるじゃん。もう、バーについてる。いや、でも、それで歌わへんって選択もできるわけやんか。実際、ここするときに、やっぱ、切り札は歌う。俺、こんな初めて言うけど、俺、こんな
な初めて言うけど、うん、飲んでたとするじゃない、まあ、みんなでね、うん、で女の子がいました。求められるもの絶対に。いやでも、うん、俺からカラオケしようとは絶対言わない。なるほど。やっぱいやらしいじゃん。確かにこの感じで。いやカラオケしないって言ったらさ、あ確かに。やっぱ歌いたいやこの人。えお前どんだけ歌好きなのみたいな。何プライベートでも歌うしみたいな、うん、でやっぱ一緒にいる男からもうんみたいな、やっぱ、うん、俺が歌った後さ、うん、全部持っていくもんな、はい、そうそう、なんかちょっと感じ悪いじゃん。確かに。っていうのも全部ね、分かってやってるのよ、うん、だから、うん、なんとなくみんなにこうカラオケを誰か言えみたいな、うん、誰か言ってくれたら俺そこに乗るか、うん、っていう流れを作り出す。なんか歌いたい。じゃあ歌いたい。まあまあそうね、歌いたい。え、でもやっぱ歌った瞬間の持っていけたってやっぱすごい。でもどうね、やっぱ一緒に行く人はやっぱアーティストみたいなのが多い。いや全然アーティストの友達ほとんどいない。俺でも絶対一緒にカラオケ行ったら嫌やけどな。なんで？全部持っていきそうや。え、全然持ってきたっすよ。なんかマジでこの後に歌えへんやろ。まああんま歌わないだから、ガチなやつは。あ、なるほどね。バラードとか歌わない。あ、デジモンとか歌って逆に和ませるぐらい。そうそう、結構選曲ってやっぱ大事だと思うの、カラオケって、うん、いるじゃん全然知らないさ謎の曲歌うやつ。あ、でも歌いそう。いやいや絶対俺めっちゃキャッチー。そういうの洋楽とか歌ってた。いや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 、もう全然歌わない。キャッチーのそのレベル教えて。何例えば？今だったらヒゲダンとか。ああ。歌うんや、それ全然歌うよ。喜んで歌う。でも死ぬほどうまいわけやろ。死ぬほどうまいかわからんけど、うん、でもやっぱりみんなが知ってる曲を歌った方が楽しいじゃん。エンヤとか歌って盛り上がんないでしょ。エンヤ？ヒーリングミュージックとか歌い出して盛り上がんないじゃん、やっぱり。大黒さんは？いや歌うわけない。歌うわけないやん。いじっていいのかなっていうその攻め合いが来るから。俺そこ確かに俺すごい疑問やった。でも俺って結構そこズケズケいくタイプやん。みんなやっぱ絶対そこ遠慮するやん。気を使われた方が嬉しいのか気を使われへん方が嬉しいのか改めて聞いとっていい？この場で。あー、そういうこと。いや気使われない方が嬉しいよ。でまたいいっていい？いいよ。あ、家におらんのか。もう一人暮らししてるから。あ、そうか。実家ってこと？実家実家。いや全然いいよ。実家気になるな。どんなレベルで住んだやろみたいな。逆に来たい、うちの実家。いや来たいやろそら。嘘でしょ。殺伐としてるよ。あーやばい。ピアノ弾いてたもん。ピアノは弾いてないけど、なんか殺伐としてる空気が、家が想像がつかん。玄関がめちゃめちゃ広い。いやもうそりゃそうやろな。特徴としてなんかマーライオンとかおりそうやもん玄関に。ライオン銅像みたいな。水どうするのその出てきた。そういうの本がありそうなレベル。いやいや全然よ。全然って言いながら絶対全然。いやいや絶対全然変わんない。いや変わんないと思うよ。いやそう変わんない。いや違う、変わんない。違う、逆に俺の家来た時に謝る。全然違うじゃん、マジ。立地から違うよな。年の価値5000万ぐらい違う。でも広さで言ったら広いかも、ヒカルの実家の方が。そう、あ、まあ、でも田舎やからな。それで言ったら場所がやばいやん。この場所にこの大きさっていうことやろ。あ、いやそうなんだ。え、何階建て？3階。あ、やばいやん。だって上なんて行き放題でしょ。え、地下は？地下1個ある。地下あるんや。何それやっぱ。いや嘘。いやいや嘘や、地下当たり前あると思っとる。え、地下はあるよ、みんな一軒家には。いや、ないって地下別に。地下いや、あるって。え、ないって地下。え、友達やばない。いやいやいや、ほんま、天然。いやいや、違う。ほんまに。え、ない、ないかな。ドンキホーテファミリー。いや違う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 。地下あって3階まである家なんて限られとんじゃない。そうなのかな。蔵とかやで俺ら多分。蔵米内蔵してるみたいな。そうそうそう、物置小屋みたいな。ああ、いやそういうのがだからないのよ。置けないから。地下やっぱあるんや。なんか俺のイメージした通りなんやろな。なんかもう行ったことないそういう家に。でもね、そういう家多いのよ。多い。うちの実家の周り、まあ、もうやばいやつばっかりってことやろ。天竜とかなんかマリージョやろ。まあそんマリージョ出身やん。そんいやいや、そんな高貴なもんじゃないけど。いたいた、エレベーター家についてるやつとか。おお、まあまあまあ、まあ、実家の。え、ついとる。うちはついてない。ガチガチの階段だったけど。へえー、なんかいたいた。そういうのが多いのよ、政治家の。ああ、もうヤバそう。息子とか政治家の息子ってろくでもないやろ。いやいやいや、やめよ。いや、分からん。やめよ。こういうところで言うのやめよ。ホントになんかなんか怖いから。なんかマリージョ出身やもんな完全に。ちょ、一回行きたいな。一回マリージョ足踏み入れてみたいな。行く？いいんや、それ。全然いいよ。めっちゃ楽しみ、それ。でも、すごい気まずいと思うよ。いや、確かにな。俺もめっちゃ気まずいと思う。でしょ、うん、何話すのだって。分かる。話すことない。とりあえず、下手に、スッて入り込む。いや、でも気になるな。芸能人に行ったことない。人生で一回もない。嘘、ほんとプライベートでも。宮迫さんの家もないしだって。マジで？誰かの家に行ったことが一回もない。人んち嫌いなの？いやいや、だから誘われへん。誘われる家来るって芸能人。まあまあ言われないよ、うん、特に実家とかやばいやん。実家とか言わないよ。実家行くことまずないよ。行ってもマンションやから。ほんまの本拠地総本山に乗り込むことないよ。総本山。総本山。いいよ全然。それはやばいな。楽しみすぎる。楽しみかな。それやっぱ行きて世界が違うから分からへんことだらけよ。カルチャーショック的な。それあると思う。飛行機乗るときだってエコノミー乗らへんやろ。家族で行ったときは乗ったことなかった、ね、だから修学旅行で初めて乗ったとき発狂しそうになったよね。プラスチックが近いよ。何これみたいな。あと倒したら怒られるし。何あれみたいな。価値観がすんにけせんか違いすぎて。でも中学生高校生ぐらいからもう全然普通よ。今はだって普通にカップヌードル食べたりする
ってことやろ。全然する。めちゃくちゃ美味しくない？でもそれもなんか親のあれで最初食べれへんかったのあんまり。そうなのよ。うちの実家はそもそもカップラーメンとかスナック菓子とか禁止だったから、コーラとかジンジャーエールとか甘い炭酸系全部ダメで。でも買うじゃんやっぱり子供ながら。まあ確かにそれ一番美味しいから買っちゃうのやっぱコンビニ行ったら。でも美味しいかどうか知らないんだけど、うん、CM とかで見てて うまそうみたいな。今でもすごくクノールを見てた。クノールの CM やってた。めっちゃうまそうだねこれと思って、うん、さっと買った。でも台所に置いとけないから自分のベッドの下に隠しとく。自分の部屋のベッドで。エロ本だよ。俺はエロ本とかじゃなくてカップヌードルをすぐ隠した。したら見つかっちゃってそれ。逆に見つけるそれ。たまたま部屋来てなんか急に開け出して。そんなことあるの？あんのよ。びっくりして。待って、逆にそれエロ本見つけてどんなに。いやいや、その頃だって当時小学校4年生とかだから。で、大問題になって緊急家族会議よ。やばい。で、緊急家族会議ゴルディッケ集合。そう、全員全員集合。これ誰が買ったのみたいになって。やばすぎる。一人で買えないから誰が買ったんだみたいになって。激揉め。激揉め。え、それは自白するのやっぱ。いやいやいや、うちの運転手みたいな人がいる。運転手？あ、使用人みたいな俺ってことだ。なんかそういたのよ。そういうことやろ。レベル的には。で、その人と一緒に買いに行ってたから。でもやっぱ言えないじゃん、クビになっちゃうじゃん。クビになっちゃう。怖すぎやろ。いや、だからもうお互いずっと黙ってるみたいな。やば。ほんまにもう漫画とかの世界よな。そういうところはすごい厳しかったね。逆に学校行ってもさ、価値観合わんくない？話しとってさ、ズレすごくない？あ、でも逆に違うんかも。学校におるにやつも同じレベルってことか。いや、なんかね、学んでく。言ってリアクションがんみたいな顔されると、あ、これやばいかもってなんか察するのよ。あ、違うんだ。子供だからね。あ、なんかやばいこと言った俺今みたいな。で、浮かないようにひた隠しにしてたよ。めっちゃ痛い。ある意味しんどく生きてきたよ。浮かないようにはしてたよ。私空気読まへんかったらだって痛いやつになっちゃうし。確かに全然違う価値観が。からそこは普通に接してた。すごい家庭関係やもんな。俺そこやっぱ色やっぱ気になるもん。確かに普段そんなの話さないもんね。だからもう動画の機会やったら答えてくれるかなと思って。次々言ったろ。ずるい。ずるいよね、本当にそういうところ。そういうところ活用していくよね。いやでもこれはでもすごいわ。これ多分コメントどういう風な反応来るか分からんけど。いやそうだよ。だってまさかここが繋がってるってことも思ってないだろうし。どんな反応来るかマジちょっと予測できん。そうだよね。マイファスヒロっていうのを YouTube 見とる人がどれぐらい知っとんかも分からん俺は。いや全然知らないんじゃないか。音楽好きな人はみんな知っとるやん、やっぱ。うんうん。フェスとか来てくれてる人はなんとなく名前知ってるかもしれないけど、逆にそのもう全く未知というか YouTube 業界がどういうその人たちがいて何がウケるのかとか全然分からないから。いやでもやっぱ喋りができるの強いと思う。音楽以外で。そうなのかな。うん。で、音楽もやばいやっぱり。うん、もう聞かせりゃ勝ちぐらいのレベルあるやん、ちょっと正直。そうなんかな。だって、2500万再生いったわけやからな。PV ね。俺だって、マイファス出してた時に、俺分からんかったもん。タイ&マイティカラーかなと思って。いや、だいぶ前の。いや、そっち系やんかなと思った。俺一周だから最初。あー、そういうこと。だから分からんかった。言って音楽そんな詳しくないから。いや、そうよね、そうよね。知らんかったから、そういう人もおるんやろなと思って。いや、てかそういう人の方が多いと思う。知ったら、びっくりするんじゃないかな。ググったら多分。いや、かな。マジゾルディッケやんってなると思う。これ知らない人が多分端折っとるからあれやけど、みんな知っとるんじゃないかって手で話しとるけど、ググってみて。そうだよね、うん、ググってみたら面白いかもね、うん、確かにゾルディッケでマジで簡単に。結構あっとるもん、ゾルディッケがほんまでかい犬はいないけどね、うちに、うん、あんなでかいがいないけど。すごいから生まれから全部が違うから、やっぱり隠しようがないもんな、そこに関してはもう。まあそうね、隠そうが逆になんかおかしくなってしまうもんな。そう考えたらやっぱなんかすごいなと思う。本当。でもそこからさ、結局実力でさ来とるわけや、うんうん、それがすごい。俺やったらゾルディッケの力使いまくっとる。でも正直マジ嘘。俺やって絶対そうしとるもん。いやでも逆に俺はカメラ1個置いてあってさ、だって一人で喋るわけでしょ。いやすごいなと思った本当に。あ、これが、うん、だって何にもないじゃん、企画というかさ、このこうやって話してくださいみたいな枠組みが、うん、今日も完全にアドリブで話しようもんだって。いやそう、なんかもう始めるみたいなテンションで始まったじゃん。え、マジみたいな。え、なんもない感じみたいな。おしゃれだねみたいな。うん、逆にね。そう作っていくからやっぱそこは。いやすごいなと思ってこれ。俺はもうこれ慣れとくからだけど、俺音楽活動軽くやった時に思ったわけ。うんうんうん。もうこれ無理やって。なんで？もう多分どんだけ練習してもプロの領域には達せへんだろうなって俺分かった。どういうこと？いや俺ちょっとライブ映像見たことあるんで。なんかもう人格変わるやん。いや人格よく言われる。いやそのアーティストってやっぱほんま人格変わったようにさなるやん。俺あれ無理やもん絶対。ずっとこのままってこと？そう、人格変えれん。え、でもそういう人もいるよ。あ、おるんや。いるいる。でも人格変わった方がかっこよく見える。ギャップでかって変わるから。あんなとこ立ってたらみんなかっこよく見えない。あんなステージ立ってたらめっちゃかっこよく見える。まあでもあれはかっこいいよな。そうね。でも自分の一番かっこいいと思う瞬間はあの瞬間なん。そうね。どうやろな、それ。うん。一番カッコつけてる瞬間はライブかも。まあ、あれはやばいよな。何万おるところでな。すごいよな。でも、少人数の方が緊張するよ。ああ、それなんか言うな。大人数だと、景色なんだよね、もう。すごい人がいるっていう認識はあるけども、一人一人の顔までは見えないから、そういう景色。今でも少ない人数。
やる。地方とかそのちっちゃいライブハウス回るみたいなツアーの時は200人とか300人とか、そういう時の方が一番緊張する。倍率やばそうやん。近いし距離が、まあ、ファンからしたら一番そこがもうそうなんだけど、こっちからするとめっちゃ緊張するのよ。ミスったらバレるじゃん。確かに。で、あ、お前なんかミスったなみたいな顔が如実に見えるわけ。それってさ、プロはさ、その辺さ、うまくやる技術持っとんじゃない？あれ結構顔出る。いやいや、俺はもうめちゃくちゃごまかす。歌詞忘れた時とか、すっごいやるから。あ、なるほど、歌わせる。めっちゃ歌ってくるんだよ、みんな。あ、なるほどね。そう。でも大体ね、こう言ったらあれだけど、アーティストってみんなやるよ。あー、そうね。うん。大体こうやった時はみんな歌詞忘れた時だと思っていい。歌詞忘れることやっぱ結構よくあること。いや、あるよ、だって。何覚えらんないんだけど、むずいだから歌さ一個一個さ聞いとってさ、うん、意味が全く分からない。分からない。もうマジで言葉が入ってこないんだよ。リズムで聞いとるから歌詞が全く分からへんから、英語のような日本語喋るような。そうそう、だから聞いてて気持ちいいというか、うんってならないようなっていうのを結構目指してるというか、そういうの意識して作ってるから、パッと聞き多分歌詞は基本入ってこないです。でも本間のファンの人ってさ全部覚えとるやん。そう、全部覚えとる。すごくない？すごい、あれは本当すごいと思う、うん、俺より覚えてる。理解したりするもんな。そう、この曲解明みたいな、こういうことを歌ってるんじゃないかみたいな。当たってるしね、しかも。へー、結構当たってる。不可逆リプレイス、うん、これはどういう意味？タイトルからも俺も全くわけわからない。なんなんみたいな。信長コンセルトっていう、おー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 、知ってる？分かる分かる。漫画があってアニメになって、でそのアニメに書き下ろしたっていうか、そのタイアップもらって、うん、そのためにこう作った曲なんだから、結構アニメのとか漫画の物語をなぞってる感じ。ああ、そうなんや。そうそう、だからすごいざっくり説明すると、普通の高校生が戦国時代にタイムスリップして、でそのタイムスリップした先に自分と全く同じ武将がいて、それが織田信長だったっていう、漫画なんだけど、時を戻っちゃうみたいで、リプレイス。ああ、なるほど。で不可逆、不可逆リプレイス。ああ、そういうことない。そう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 、俺が考えたんじゃないんだけど。こんな偉そうに言ってるけど、俺が考えたんだよ。普通にスタッフから、こんなんどうですかって言って。あ、なるほど。いいじゃんみたいな。で、決定した。すごいな。自分で作詞作曲とか、どこまでできるの？歌は歌えるやんか。人によって編曲か何か全部できる人もおるやんか。どこまでできるの？でもね、うち編曲する人いないのよ。じゃあ自分でするってこと？ほんとメンバーで全員完結して。最近、ってかそれも知ったの、うん。ずっとそのインディーズで、高校生の頃ってなんかバンドやったりするじゃん、みんな。その延長線上でただずっとやってるの。から、曲をアレンジするっていう発想がそもそもなかった。アレンジしてくれる人がいるっていう発想がそもそもなくて、全部自分たちでやんなきゃいけないんだみたいな。から全部自分たちでやってて、でもなんかこっちの音源はもっとなんかかっこよくないみたいな。ざっくりね、何が違うのか分かんない、その頃で。いや、じゃあこうしてった方がいいんじゃない、こうしてった方がいいんじゃないって言って、で自分たちで全部完結しちゃったから、あんまり外部との関わりが俺ら全くない。あ、すごいなそれ。から全部自分たちで完結してるから。だってそんだけさ、ああいう音楽一家に生まれてさ、うん、そこいちいち聞かへんのよ。ああ、それ家族にとかってこと？全然聞かない。なんか、結構ね、うちの家族のモットーは、お互いがお互いにこう迷惑をかけないようにっていうのがこう暗黙の了解としてあって、誰かが捕まったらさ、例えばね、みんなに迷惑かかるじゃん。から、迷惑かかることはやめましょうみたいな。ああ、なるほど。それ以外は基本干渉し合わない。言っても、時代違かったりとかするから、当てはまんなかったりするから、確かに確かに、あんまり干渉し合わない。すごいな、それ。俺らのあれとは違うわ、ほんまに。違うかな。だって、俺の兄、あれやで。いいじゃん。いや全然いいじゃん。何あれやる、何あれやる。いいじゃん、めちゃめちゃ頑張って、だってマック眺めてくれるし。いいよいいよ、素晴らしい。すごいな。だから羨ましさもあるし、でも逆に俺がそうやって生まれたら別の感情抱いとったんやろなとも思うし。だその結構いるじゃん、親が有名なタレントさんとかいるけど、会ったことないんじゃないかな俺、そういう人に。だからどう思ってるのかわからないんだよ。あー、なるほどね。だから他の人はどう思ってるのか俺も興味ある。どうやろうな、うん、でもなんか俺がそこまでマイファスを1年ぐらいまで知らんかったってことは、ほんまにだから家族の名前なんて使わずにここまで来たっていうのがすごいよ。ありがとうございます。いやで使ったらだってもう早くにしとったわけだから。そうだね、絶対に。確かにね、うん、すごいなと思って。それがでもなんかそういうのなしに付き合ってくれてたから結構ずっと仲いいんじゃない。実力あるやん。だって俺年下で会った時に、あ、天才やと思ったもん。嘘、マジ、うん、俺なんかめっちゃほんまに才能マジすげえやなと思って。ありがとうございます、うん、俺言ったよだって LINE で。うん、言った言った。俺ほんまにびっくりしたから、俺なんかドッキリ仕掛けられてんのかなっていうぐらい最初の LINE さずっと褒めてくれてたじゃん。怖っと思った。俺そうお世辞とか言わへんタイプやからね。言ってたよね、リアルに思ったことを言っちまったよね、うん、すげえなと思って。逆になんでこの才能がまだほんまの意味で全国区になってないやろって俺思った。逆になんでま眠っとんやろみたいな。もっと多分マジで知られた瞬間世間が知ったらヤバいことになるんじゃないかなって思うぐらいの才能があるよ。ありがとうございます。歌だけとってもヤバいのに他もヤバいやん。ああそういろんなことね。ここまで喋れるってやつもすごいな。そうなのかな。バラエティマジ向いとるよ。強いよ。嘘、向いとると思うな、バラエティ。いやなんか、うん、やっぱちょっと全然違うけど見てる方が楽しいよね。
こう言っちゃなんだけど、やっぱ何も考えないで見てるじゃん。でやっぱね全然違うなと思った。こうつけてて見てて、なんかさ正味さあんま思んないなとか思うことあるじゃん、この人の発言とかっていうのを。それはこの状態だから言えるわけだって、いざあの戦場に放り込まれたら、確かに何も出んかもみたいな。あーでもすごいと思うけどな、今喋ったって。いやマジでマジです。ここはさ関係性があるじゃん。でも全然知らない人たちなわけじゃん。一方的には知ってるけど、どういう人なのかは知らないじゃん。だからそこのこうせめぎ合いみたいな難しい。それバラエティー出ることに対しては意欲的なんですか？全然抵抗ないよ。むしろめっちゃ楽しい。やっぱり他ジャンルというか全然違う業種の人と会うのはすごい楽しい。そこ強いよな、誰とでも関わっていけそうやん。あーそうね、違うジャンルの人の方が好きなのよね。ああそうなんや。だからヒカルももう全然違うジャンルとして全然違うもん。そうそう、見なしてるからもうすごいいいね、刺激になるじゃん。全然自分の仕事じゃない人と話した方がこういう考え持ってるんだとか思うからすごいいいけど、やっぱ似てくるんだよね、同業で関わってると。確かに確かに。そうそう、いやこの間のここでのライブすごかったよっていうのって、いやいやはそうっすよねみたいな、変わんないから勝負だから、だったら違う人と絡んでる方が楽しい。なるほどね。俺だってアーティストっていうアーティストでちゃんと絡むのってあんまりないから。ああそう、出会わへんもん。ほんと？いない？芸能人のその知り合いがまず少ないからもん。あーえマジ？コミュニティが少ないから言って出会わへんから、やっぱ YouTuber 同士でやるみたいな。あーなるほどね。関わっても YouTube に一緒に出れへん人多い、はい、事務所の問題とかもあって。そうだね、 YouTube 上に一緒にコラボできるってマジ限られてる。確かにね、結構ねやっぱ利権とかうるさいんですよ。まあまあそうだそうだそうだメジャーアーティストはやっぱちょっとこうね出るのにこう、いろんな大人にこう許可を取ったりとか、やっぱしなきゃいけないんですけど、そういうのなしなしですもうなしです、一切ないです、やります OK みたいなもう OK 出てる全部。それ強いな。だって高校生みたいなもんだもん高校生に許可取らないでしょ、ね、親の多くないでしょ。確かに確かに確かに。そんなもんそんなもん本当に。それでもすごいな、この規模のそれをやるっていうのが逆にすごいな。ある意味だから YouTuber みたいな無法者で言ったら。そうね、芸能人って感じじゃないよな。あ全然全然、もう全然違う。芸能界にいるというわけでもなくて、うん、切り離した一個の個体みたいな感じで、うん、確かにそれすごいな。なんか嫌だなと思った、そのいちいち苦手なの、そのいろんな人に許可取って、その待ってる間とか。確かに分かるわ、それすぐ来ないじゃん大体、うん、ああいうのしかめっちゃ長い。そうなのよ、そうなのよ、それが嫌で、もうちょっともう自分たちでやっていこうと思う。この動画もだから誰にも許可取らずそのまま出したろうと思ってチェックチェック頭で出したろうと思って俺が見るわじゃあじゃあ俺が見る動画公開されたやつ見て遅いじゃんそれも、時すでに遅いじゃん動画公開されたやつちょっとツッコミのさ、なんかさ漫才師みたいな関西人だしね。あ、え、関西？いやいや、ヒカルがね。あ、俺がね。そうそうそう、からよりなんかね、その感じ出る。そう、あるんや、それ関西人やから合わせようみたいな。いやいや、なんかね、関西の人のノリの方が俺合うんだよね。ちょっと関西っぽい。嘘、ツッコミとか。うん、なんかパンクブーブーみたいなツッコミ。ちょっと、なんか、メガネ。声じゃ、若干似てない。言い方がさ、パンクブーブーに似とるな、さっき。いやいや、ちょっと待って。パンクブーブー感で売ってないのよ、俺。マイマス感で売ってるから。パンクブーブー感で売ってないからやめていや俺だから多分マイファスのファンからしたらえげつないぐらい失礼なのかもしれんけど、ほんまにマイファスのヒロとしてほぼほぼ見てないとこあるかもしれん。ああそうだね、俺が出会った時はマイファス知らん状態でやったやんか、喋りうまいなっていう印象で、なんか境遇もよく分からへんし面白いなっていう、なんか天才っぽいなみたいな。そっちの方が俺はすごい楽。だから動画これ次ももし出れるんやったら、はい、それこそほんまにこの企画いけるかもしらんけど、カラオケ企画。おーいいね。これって言ったらアーティストにカラオケやってって一番ある意味失礼なことやん多分。なんで？そうなのかな。いや分からん、それってなんかあれやったらあかんほどみたいな。あーなんか言ったら仕事やからプロとしてやった方がみたいなあるやん。あのね、完全に二極化する。歌やってる人って絶対カラオケとかで歌いたくないって人と、もう喜んで歌う人のどっちか。ほんとどっちか。喜んで歌える方。喜んで歌える方だいぶキャッチーな方。俺の視聴者でまだ完全に知らん人のためにもどのレベルなんかっていうのはやっぱ分かりやすく YouTube の企画で、プライベートでも行ったことないのに。そう、アカペラカラオケあーそういうこと。アカペラカラオケで歌ったらどうなるのか、それ楽しいの。いややっぱそれは気になる俺は。あ、採点とか入れてってこと。あ、採点ももちろん入れようじゃん。あーそういうこと。一応 YouTuber はそれまで帰れませんみたいな。あーそういうこと。アカペラカラオケで、アカペラカラオケってむずいわけよやっぱ音がないから。え、でもフルコーラスでしょ、1曲全部歌って90点ってことでしょ。そう、行くでしょそんなの。え、アカペラでしょ。あ、もう余裕いや、行くでしょ。一番採点きつい、精密採点2とかなんかあるやん、レアックスみたいなやつね。そうそう、それいいよ。え、採点することとかある？え、めっちゃある。余裕で高いんじゃん。え、一曲歌えるんでしょ。え、それ逆に半曲歌って採点するやつおる。え、俺いつもそれしてる。え、どういうこと。長いじゃん、一曲歌。まあ確かに半分だって採点するってこと。一番の作業終わったら消す。え、で採点勝負する。それ何点か出るそれ。ちなみに曲によるけど86とか。それ86出るってそんなことある？あるある、全然ある。あと半分で3点でしょ。いけるでしょ160点出るじゃん。
単純計算単純計算したら決してはやったことないけど、うん、やっぱ音取りにくくなるよな、まあ、素人意見で考えると無音なんでしょ。そう取りにくいっていうか、うん、無音なんでしょ。そうなんか分からへん、あっとんかなみたいな、不安になるみたいな。え、最初のキーも確認しちゃダメ？あ、最初音だけ一瞬だけ、うん、あ、それでも基本ないからな、言うないんだ。そう多分ない。あ、いいよ、じゃあ分かった。そこなしで多分だからグラフが出てくる、あの棒を見ながら多分歌うんだよ。あ、今合ってるかなみたいな。そうそうそう、そこ多分見ながら歌う。最初のキーだけ分かればね、確かに。え、やっぱ絶対音感とかは持っとる？いや、持ってないよ、持ってない、持ってないけど、ずれてるかどうかは分かる。大丈夫？そんな余裕でいけるみたいな。いやいや、いけるって。何？いや、え、歌手、ちょっと待って、まあ確かに確かに歌手だよ、こう見えても。俺パンクブームじゃないから。俺パンクブームじゃないのよ、歌手なのよ、マイマスなのよ、こう見えて。あなたは僕のことパンクブームだと思ってるかもしれないですけど。そう、じゃあ一回確認していい？90点なのか95点、どっち？これ結構でかいから。いや、YouTuber は90やけど、うん、え、ちなみに確認していい？歌手やったっけ？歌手だよ、パンクブームじゃん。歌手で90点か95、どっちいく？95でしょ、それ。まあね、そりゃ95でしょ。95さ、いけるもんな。いや、それはいけるよ、歌手やもんな。うん、95点や、カラオケってくる。やばいんちゃうかな、多分。え、行くって。おるんかな、YouTube のさ、企画やっといたら。見たことないやろ、多分。いやいや、行くよ、絶対、95。行かないと。っていう。だって、芸能人で音ありでやって100点目指す企画でも95ってなかなか。まあ、あの、よく番組とかでやってるよね。でも言っても本物の歌手やもんな。そう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 。うん、プロやもんな。はい、あ、もう余裕か、そら。すごい怖くなってきた、ね、今自分で言ってたよ。俺今めきめきハードル上がってって、今の自分でめちゃくちゃ怖くなってたよ、ね、いや、それ企画やばいと思うな、めっちゃ気になるわ。いいよ、全然。ちょっとそれ改めてリスペクトし直すかもしれん、それを聞いて。そこで俺が95点以上出したことによって尊敬するってこと？いやいや、その歌は初めて聞くやん、ちゃんと。あ、そうね。それで、わ、やっぱやばかったんやなっていう再確認。あ、そういうこと。それ聞いてないから、まだ今の現状パンクブーブーぐらい。おいおい、いや、十分や、パンクブーブー。全然、十分でもないけど十分でもないけど。いやいやいや、そういうことね、うん、再確認系ね。それちょっと楽しみやな、気になる。まあそうね、俺もやったことないな、アカペラでカラオケなんて。音ありきで楽しむもんじゃん、カラオケって。いや、まあそう。まあ言ってもカラオケってさ、娯楽じゃん。ガチで歌わないじゃん、そんな、うん、すごい今星に走ってるけど、うん、まあもし出なかった時の時に。いや、それマジでやろう。いいよ。この動画の反響がえげつかって、多分コメント欄で来ると思うな。すごい、やってほしいみたいな。ファンが見たいんじゃない、まずそこ。、うん、ファンに叩かれる気がしたもん、俺今回。なんで？ファングブーブーとか言ったから。うちのね、俺らのことを聞いてくれてる人たちはね、割とみんな寛容だから。年齢どれぐらいの？若い。若い子もいるし、俺より上も全然いるし、幅広いかも。今男女比率っていうのはどれぐらいの？6対4か5対5ぐらいかな。男人気もすごいんや。なんかライブハウスとかで一緒に来たりするから、男の子。ああ、なるほどなるほど。ツイッターとかで知り合って、各ランあるじゃん、ツイッターとかの下に。好きなバンドってみんな書いてんだよ。で、次のライブ何月何日参戦みたいなの書いてると、で、自分も行くとその子にこうリプライか DM 飛ばして、あ、なるほどね、一緒に行きましょうみたいな感じでことが多いんだって。俺のチャンネルはほんまに男めっちゃ多いから。73ぐらい今。そう、何歳ぐらい？20より上がもうほとんど。10代は 10% きっと。20、30代が 70% ぐらいと思う。で、今回知って聞きに行ってやばいってなるんじゃない？この動画見て後に聞きに行った人は多分なると思うけどな。俺も最初聞いた時びっくりしたもん。ありがとうございます。俺前髪聞いても全然出てこなかったから、曲聞いたら何やこれと思ったもん。日本人と思った最初。そんな？そう。英語喋れるってこと？え、全然。中学校で習ったぐらいじゃない？あ、そんなレベルなんや。会話は、普通の会話ね。すごい、契約書とかあるじゃん。それは無理ってことだよ。余裕で無理。単語の意味が分かる。行ったら喋れるってことだよ。普通に生活はできるか。通訳でまず海外旅行来てよ。行くの？通訳で。行くことあんの？いや、行くことないから、ちょっと一緒に行こう。そういうこと。いいよ、全然。通訳で行こうよ。っていうか、旅行一緒に行こうって言ってたよね。行こう。海外行きなりですやん。この格好見たからやん。いやいや、そんなことない。すごいあれだね、俺の格好になんかこう、物申してますけど。普通じゃない？海外やろ、完全に、スタイルも。どこが海外？俺はもう海外やろ、この完全に。これかけるのが。うっそ、マジ？次もし出るって言って。逆に、じゃあ次一番地味な格好してきたじゃん。前髪色の一番地味な、どれなんて。分かった。もう、さすがにこんだけもう、罵倒されたから。いや、罵倒じゃない。これ、リスペクトだよ。気づいた。もう俺は。これはやっぱその YouTube 的に、これは派手なのね。でもこれいいと思うで。なん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 その手のひら返し。斬新やから逆に言いたくなるみたいな。一回ちょっと普通の。オッケーオッケーオッケー。だってこれ完全に変装する気はないわけやんか。変装用の服ってことあるってこと？ないね。変装せんってこと？しないかも。このまま歩いてるわ。すげえな、それ。だってそんなしてどうすんの？バレたらややこしくなったりするやん。なんないよ、全然。まあ、でも髪の毛の色が確かに赤とかで一時期、あの時とかってやばそうやけど。あの時はかなり目立ってたけど、今はもうあんまり。海外旅行もじゃあ、いきなり出そうやから。いきなりってはないですけど、何十回言ったよ昔から入れたら人生で言った。そうね、そういう考えたらあるけど、めちゃくちゃ言ってそうやもんな。ないもん、家族旅行で海外っていう発想がなったもん。どこ行くの夏休み？兵庫から京都。めっちゃ近いよ。そう、めっちゃ近い。めっちゃ近いけど、俺らめっちゃ遠いと思ってたから。それが何しに行くの京都に？それ釣り。え、
地元でいいじゃん。家族地元でいいじゃん。そのレベルかやから。飛行機乗ったの大人になってから。あ、修学旅行の時乗ったんかな。でもあれ電車で気づいた。え、そういう欲もなかったってこと？思い浮かべへんそれが。テレビとかでもやってない、なんかハワイの。いや、だからテレビのブラウン管の向こうはもう別世界。田舎の人間って結構そういう考えが多い。テレビ出てる人たちはなんかが違うみたいな。よりでも行ってみたいって思わない？そこに行ってみたいって思うぐらいの気力がわかんない。だから嘘、マジ？いや、マジ夢を語らへん、あんまり。あ、俺こうなりたいって言ったら馬鹿にされる。どういうこと。いや、俺アーティストなりたいって言ったらめっちゃ馬鹿にされる。なんで？無理やって。なんかみんな俺自営業するって言って自分で社長するって言った時めっちゃ馬鹿にされた。みんなが無理やと思った。応援してくれないんだ。あ、そのスタンスじゃなかった俺らの地元は。だから夢を語って夢を追いかける人がマジですね。みんな基本地元から。あ、そう大手企業に勤めるのが正義みたいな。なるほどね。そう。え、 USJ 近いじゃん。俺らから遠い。2時間かかって遠いから。子供ながらやっぱ遊びたい気持ちない？湧いてこなかったな。マジ？じゃあ特殊なんじゃない？それは絶対あると思うよ、子供はみんな。あ、終わった？いや、俺もなかったかも。いや、ダメよ、その同じ関係の人ってそんな一票で乱さないから。 USJ 行ってきたとおらんかったから、そんなやつ。まあ、おらんかったな。いや、ほんまに浮く、マジで、その話した。浮かないで。え、みたいな。お前ら金持ちってなる。外食とかなかったもん、お前ら。どういうこと？外食するってことが恋愛。で、外食が旅行くらいの感覚、俺らからしたら。マジ。だから一人なんか、会社の社長の息子がおって、うん、そいつが、週に2回外食に行きますって言った瞬間、クラスざわついたから。マジで？あいつ2回外食行く。え、あいつの家どうやっとるって。めちゃめちゃレアなもんなんだ。しかもそれ5人兄弟で、5人兄弟で外食2回行くって。あ、そういうことね。どうなっとんみたいな。基本はじゃあもうみんな家族で食べるってこと？そう。田舎はそうなんじゃない？米とかだって自分の家の田んぼで。うわ、すごいね、それ。え、そうよ。ほんと漫画とか、ああいう世界。あれね、お互い漫画の世界。それが逆にすごいんや。すごい、ありえない、考えらんない。いや、でもそれが俺は普通やったもんな。金がないから、棚にある500円貯金箱、爪楊枝で500円1個ずつ出していく。そんなレベル。割ったらバレるから。そう、割ったらバレる。それをしていきよったっす。ウケる。それ遊戯王パック3パックだけ買うとか。あー、150円ぐらいですね。そうそうそう。いや、でもマジでなんか話せば話すほど違いすぎて、すごい。だから俺の逆に実家来たらビビると思う。こんな場所で住んどったんやね。暮らせないかもね。ああ、いや、それはあれ、虫とかが無理やったもん。虫無理。絶対無理だもん。虫その辺に当たり前おるもん。ああ、もう無理だわ。俺は虫嫌いやから今になって無理やけど、友達感覚で虫おるから普通に。どういうこと？いや、マジで。動物の森みたいな。いや、あんまりそう。いや、マジで動物の森より虫に出会う頻度は高い。マジで、うん、そういう世界が。考えらんないわ。昔は虫平気だったんだけど、子供の頃。まあ、俺もそりゃそう。大人になってからやっぱほんま一気に無理やったから。え、じゃあもう実家帰ることない？でもまあ年に何回か帰る。ああ、帰るんだ。そのタイミングで行くわ。それ来て一回じゃん。逆もまたしかり。逆もまたしかり。うん。俺も行くから、そっちも来て一回、うん。ちょっと見てみたい。いや、それはちょっと面白いと思う。行ったことないよ、田舎にあんまり。そんな田んぼがある田舎は行ったことない。やばいな、それ。マジで。こんな格好行ったら浮くってことでしょ。うん。要はもうずっとマリージャー追って、出てきたとしてもグランドラインまで。グランドラインまで。イーストブルーやってこない。行かない、イーストブルー行かないね。イーストブルー行かない。イーストブルー来いで、マジで。イーストブルー来へんねん。来ないね。シャンクスになれへんだ、じゃあ。もう。シャンクスはイーストブルーに来てくれるで。麦わら帽子私にでしょ。そう。あんまないで、そういうのも。田舎の少年に帽子渡しに行かない。イーストブルー見たことない。すごいな。でも憧れはあるけどね、逆に。子供の頃の方が憧れはあったかも。だってカブトムシがいるじゃん。全然そういうのがないのよ。自販機に止まったりするもん、普通に。え、どういうこと？カブトムシが。マジで？いや、普通に全然おる。そういうのにすっごい憧れてた。レアな虫とか。確かに子供心にはそういうの。そうそう、なんか川で遊ぶとか。川とか普通におるよな。メダカとかアユみたいな。そういうのはやっぱもうやってみたかったのよ。今はないよ、一切。やっぱ昔はそういうのあって。でも川は今でも行ってみたいなと思う。川めっちゃ綺麗やから。飲めるもん、そのまま。え、やめない。いや、マジ飲める、ほんまに。いや、みんな飲むで。みんな飲まないって絶対。ねえ、やめて、ほんとに。いやいや、マジ田舎甘くみたいで、ほんまに。田舎のその辺で汲んだ水って水道の水より綺麗やから、ワンちゃん。いやいや、嘘でしょ。いや、マジで、それは嘘。マジで、もう住んどれん。見た時に、あ、この水飲める水やって判断できる。お腹こっちだ、そんなに。いやいや、マジで。えげついぐらい綺麗やから。小川って感じ、川じゃなくて。どうする？だって誰かが小川の麓でしょんべんしてたから。いや、だからもうしょんべん綺麗が田舎の人。どういうことさ。いやいや、もうやばいこと言いましたよ。やばいこと言いましたよ。その、田舎の人たちはもうさ、妖精かなんかだと思うんだよ。そんなことないから。しょんべんからほんまに浄化されとる可能性ある。そんなわけないやろ。なんそのプラズマクラスター体についてますみたいな。ないわ、そんな機能。田舎の人はほんまに違うじゃん。どう？まあでもそうだよね、自分でその作ったお米とか野菜を食べてるんだもんね。ゲモンとか。あ、でもおばあちゃん家ではそういうの食べてた。やっぱあるやん、それは。やっぱおばあちゃんってそういうの好きじゃん。でもそれもおばあちゃんが好きか分かんない。おばあちゃんイコール漬物でしょ、だって。都会のおばあちゃんつけへんやろ、別に。いやいや、つけるって。つける。でもそれもやっぱ言ってもスーパーで買ってきたやつだから、ちゃんとしたその。まあじゃあ確かに、ね、じゃあ一回ちょっと田舎体験、田植えとかできるよって。あ、してみたい。稲刈りとかな。これ将来の夢でもあるから、それ。え、最後隠居した時に。ああ、まあ確かにね。田んぼで。あ、手で植えるってこと？え、何でやるの？機械やろ、今の時代。思わないやん、そんなの。いや、近代兵器使えろ。いやいや、嘘。逆に手で植えるイメージ。手で植えるイメージ。いや、でも楽しいけど。え、でも普通に田んぼって切るところで。
ヤゴとか。ヤゴは好きよ。ヤゴヒルとか普通おるよ。ヒルの俺ちょっとダメかも。タガメ食うやつ罰ゲームで。そんなんとか。うーわ、きつ。あ、トンボとかビビるから飛んどる。いや、秋やばいじゃないな。死ぬほどトンボ飛んどって。マジマジ。道見えへんときやろ。それはいいっす。それはいいっす。マジで。ありえないって。なんでトンボが道を塞ぐって。いや、マジで。えげつれる飛ぶときやろ。ほんまに。道見えんもん。まあまあ、来てみてば一回、そこはもう。そうね。俺も行きたいし、ある意味その家を見て、どんな生活しとったんか、一回知りたい。幼少期からの。幼少期の互いが一番差があるからね。それだから知っときたい、その価値観の共有。そうですね。で、あとまあ海外旅行もじゃあ。あと、カラオケ。いっぱい出てきたね。カラオケ行く行った歌っととかあるん、カラオケです。なんか例えばインスタライブとかで何でもいいから、カラオケ歌っとシーンっていうのは世の中にどっかしらである。インスタライブではね、2回ぐらいあるけど、ガチでは歌ってないね、それも。ガチで歌ってやばいな。歌やってる男の子と一緒に歌うとか。っていうぐらいで、そんなガチでカラオケするはない。じゃあガチカラオケ。え、カラオケする逆に。いや、俺はまあ行ったりするけど、でも曲が分からん、更新されていかない。昔の曲そうしか分からん。そうだから曲を聴くっていう文化がないから俺あんまり。そうだよね、言ってたよね。イヤホン持ってないから。そう、イヤホン持ってないから。最近ルイ・ヴィトンで企画でイヤホン買ったけど一回も使ってないから。聞こうって思わないか。思わんな。もう俺ザードとジャンザルクで止まっとるから。俺の時代。でもさ、俺らがさ、小学校とか。そう、ザードで止まってんの俺。そこは聞かへんもん、先を。でもヒゲダンとかは知ってるでしょ。あー、ブリテンダー。わかるし、白日。まあ、でもわかる。キングヌーね。そう。メジャーどころわかる。レモンとか。そんなわかるけど、キングヌーの5番目ぐらいの人気の曲とか絶対わからん。一番が白日。あとはなんかわかる。じゃあカラオケ行っても、その昔の曲しか歌えない。ザードとかしか歌えない。ザードは歌わんよ。なんでザードは声高すぎて。ザードは出んやろ。あ、ザードとかがぴったしってことか。女の人のキーがちょうどいいね。それすごい。だから男性キーとか俺上げないと無理、逆に。やばいなそれ。清水翔太くんのやつとかも3つぐらい上げないと出ない。3つ上げる、出ない、その低くて。出るけどなんか低くないってなんか聞いてる。清水翔太さんだけでもなんかもう高いイメージあるもんな。高いんだけど、より前はその方が高いね。やばいな。高いって俺あんま分からんだけど、ジャンダルクは高い。高いと思う。一般男性からしたら高いと思う。で、前橋の方が高いね、そこ。高い。そんな高いよ、前橋。高いのよ。え、ヒゲダンはめっちゃ高いよ、それで言うと。そうなの、分からんな。俺ヒゲダン買えないもんだから、キー。高い。あ、歌ってみた時に分かるってことか。あ、うん、思うかも。絶対思うよ。歌ったことないもんな、ヒゲダン確かに。めちゃくちゃ高い。マイファスカラオケ歌おうって習うよ、今な。そうなのよ。むずすぎて。高いし、早いし、英語だし、なんでそんな曲作ってんだって言われたら、まあそれまでなんですけど。カラオケ向きに作ったわけだよ。そう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 。マイファス入れられたら、よっぽど上手くないと、めっちゃバーシラケさやもん。変な感じになるね。だってマイファス歌ったら絶対上手い人やもん、だって。まあまあそう、それめっちゃ聞き込んでると思う。素人歌えへんの、あれ。そうね。じゃあ、そんな感じで、もう今回めっちゃ喋ったんじゃない ?1 時間ぐらい喋ったんじゃない。マジそんな多分めっちゃ喋ったと思う。もともと多分カットせずに行くから、カットするとこどこある、なんか逆に。ないやろ。ない。もうあっても別に良くない。はい、全然。高校生なの？はい、全然いいっす。いいんやろ？はい、全然いいっす。好きに使ってください。え、じゃあこれからちょっとマジで何かしらやっていくと思うんでね、今後期待ということで、概要欄の方にチャンネル貼ってます。あとなんかおすすめの曲3曲ぐらい後で聴いとくんで、それ貼っとくんで、ぜひ聴いてみてください。お願いします。はい、じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。8年かかってようやく埼玉スーパーアリーナまで来れました。はい、今日、その布石として気合入れていきましょう。はい、ウィアー、マイファス。